真実はいつも一つ。名探偵コナンチャンネルのまみです。はい、今日は4月16日に公開した劇場版名探偵コナンヒーローの弾丸のラストシーンについて前回よりより深く考察していきたいなと思います。はい、今回の動画は映画ヒーローの弾丸のネタバレを含む内容となってますので、まだ見られてないという方はご注意の方だけよろしくお願いいたします。はい、で本日考察する内容はヒーローの弾丸のラストシーンでメアリーがスバルさんに銃口を向けながら放った言葉について考察していきたいなと思います。以前もヒーローの弾丸見た後に考察動画を上げさせていただいてるんですけれども、前回は見たその日にすぐ、アップさせていただいてるんですね。でも今回はその翌日、1日置いた後に、もう一度改めて考察したので、その内容を今日はお話ししていきたいなと思います。またマミもまだ一発しか被弾できていないので、内容やセリフが少し違ったらすいません。そして皆さんの新たな発見などあればぜひコメントしていただけたらなと思います。はい、では本題に入っていきたいなと思います。はい、では先ほど言ったこのヒーローの弾丸のラストシーンなんですけれども、事件解決した後スバルさんが車に乗った時にメアリーが後ろから銃口を向けてこんなセリフを言うんです。おい FBI の小僧、どこの誰だかわからんが、今回はイギリス用事に危害がなかったからよしとするが、次はないと思え、とメアリーが言うんです。なかなかね、このシーン意味深でしたよね。普通に考えれば MI6 の諜報員が FBI 捜査官に捜査の邪魔をするなと言ったように捉えることもできます。でもこれはやはり母から息子へのメッセージだとマミは考えました。まずなぜこのメアリーが MI6 の諜報員ではなく母としてっていう風に感じたかというと、一つ気になる点があったんです。それはセラちゃんがメアリーに任務完了とメールを送ったシーンありましたよね。メアリーは普段セラちゃんに対し母親らしいなんか喋り方というかっていうのをあまりしないんですよ。でもこの時メアリーはそのメールを見てよくやったマスミとニヤッと笑ったんです。マミの中でそのシーンがメアリーが娘であるマスミに対し成長したなっていう風に言ってるかのように感じたんです。なので今回このヒーローの弾丸に出ているメアリーは MI6 としてもちろん出ているんですが、マミは赤いファミリーの母として描かれているのではないかと感じたんです。はい、ここで先ほどの話に戻るんですけど、マミはメアリーがスバルさんに放った言葉は母から息子への言葉だと感じると言いました。ではそうなってくると原作でメアリーとオキアスバルはまだ対面していないんですよね。今回このヒーローの弾丸で初対面ということなので、メアリーは一体どのようにしてこのオキアスバルが息子である赤江秀一だと気づいたのか、まずここについてお話ししていきたいなと思います。はい、でマミが考えるメアリーがオキアスバルが息子である赤江秀一と気づく5段階についてです。まず1段階目は駐車場でのシーンです。ここでスバルさんはコナン君と電話をしながら15年前の事件について話しながら歩いているんです。そしてそれを陰ながら見ているメアリーの姿がありましたよね。ここではメアリーはまだこのオキアスバルが赤井秀一だということには気づいていません。ですが15年前の FBI が関わっている WSG 拉致事件の話をしていることから、このオキアスバルは FBI なのではないかというふうに感じたと思うんです。そして2段階目です。2段階目がスバルさんが車の中でコナン君ともう一度電話をするんですね。そこでスバルさんは左手で携帯電話を持ちコナン君と話します。ですが左手で持ってるからって左利きっていう確定ではないですよね。皆さんも右利きの場合、右でペンなどを持っていたら左で電話することあると思います。でもこの時のスバルさんはこの左手で持ってる電話を右手に持ち替えたんです。その理由としてはパソコンで操作をするためです。皆さんもし片手でパソコンを操作するとなると利き手で操作しますよね。なのでここでスバルさんは左利きということが判明するんです。普段は意識して右利きにしているんですけど、多分この時は車の中ということもあり少し利き手に対し意識は薄かったと思うんです。そしてその姿をメアリーは見ていたんです。はい、でこの段階でメアリーはまだこのオキアスバルが赤井秀一だと確定までは言ってないです。ですが先ほどの電話の会話の話から FBI 捜査官の可能性、さらに左利きというところまで突き止めます。そして次に3段階目、ここではセラちゃんがバイクで犯人を追跡しているんですが犯人を見失ってしまうんですね。その時後ろから来ていたスバルさんの車をメアリーは見つけます。そしてメアリーはセラちゃんに対しあの車を追えと言うんです。
この時メアリーは FBI の可能性があるという段階から FBI だというふうに確信へと変わります。でここでセナちゃんはメアリーに対し誰なんだあの車っていうふうに言うんですけど、メアリーは E から O へとしか言わないんですよね。ここではまだメアリーは気づいていないと思うんです。ただもしこれが本当に息子の赤井秀一なのであれば何かしらの事情がある。そのためマスミにもメアリーは詳細を言わずにあの車を追えとだけ言ったのかなと思ったんです。ここではね多分まだ 30% ぐらいやと思います。で次に4段階目です。4段階目は倉庫でのシーンです。スバルさんとセラちゃんメアリーが戦うシーン。ここでスバルさんのマスクが破れてしまうんですよね。そのことにより変装だということがまずわかります。そしてさらにスバルさんはジークンドの構えをしていましたよね。以前10年前のさだ波の回で赤井さんとメアリーはジークンドでやり合ってるんですよね。なので母であるメアリーであれば実際にこのスバルさんと戦った時にそのジークンドの動きが息子の赤井秀一と一緒だということに気づいたと思うんです。さらに先ほど言った1から3段階の FBI 捜査官左利き変装をしている、そして今のジークンド、この4点からメアリーはこの沖谷スバルが赤井秀一だということに気づいたと思うんです。そして最後5段階目が極めつけですよね。最後事件が解決した後赤井さんは再度スバルさんに変装しキャメルに電話をして弟の秀吉たちを送ってくれないかと指示をするんですね。そしてその指示した時の声が赤井秀一の声やったんです。そこでメアリーは 99% 確信してたとは思うんですが 100% になった瞬間やと思うんです。また以前の映画の異次元のスナイパーでのラストシーンでもスバルさんが赤井さんの声で了解と言った言葉、これもなかなかポイントでしたよね。なので今回のスバルさんの格好をして赤井さんの声を発した、これもやはり何かのキーになったのではないかと思ったんです。それが先ほど言ったメアリーが沖谷スバルが赤井秀一だと確信した瞬間だと思うんです。なのでメアリーはラストシーンで自ら息子である赤井秀一沖谷スバルに接触したのではないかと思いました。はい。で今のこのことを踏まえてのやはりあの最後のラストシーンだと思うんです。なのでメアリーが沖谷スバルに発した言葉はやはり母から息子へのメッセージだと考えています。そこでこのメッセージをマミなりに母から息子への言葉として解釈したのでそれをお話ししたいなと思います。セリフはこんな感じでしたよね。おい FBI の小僧、どこの誰だかわからんが今回はイギリス用事に危害がなかったからよしとするが次はないと思え。はい、この言葉をマミなりに母から息子へのメッセージで置き換えると、まずこの FBI の小僧は久しぶりだな秀一息子、そして次にどこの誰だかわからんが、これは変装について言ってると考えています。なので何か事情があって変装しているということは理解した。そして次に今回はイギリス用事に危害がなかったからよしとするが、これは危害がなかったからよしとするなので危害、死んでなくてという意味になり本当に生きててよかったっていう意味が込められていると思っています。そして次はないと思え、これは次からはあまり心配させるな気をつけろよ、こういった言葉が込められていたのではないかと考えています。なので整理すると、久しぶりだな秀一、何か事情があって変装していることは理解した、死んだのではなく本当に生きててよかった、次からはあまり心配かけるな気をつけろよと、メアリーなりの母親から息子へのメッセージなのではないかというふうに考えました。またイギリスの要人といったことから MI6 を連想させ、小僧といったメアリーらしい言葉を使うことにより自身が母親であるということも伝えたのではないかというふうに感じました。はい、今回は先ほども少し言いましたが異次元のスナイパーで原作に書かれる前に沖谷スバルが赤井秀一の声で了解と言った時のように、原作ではまだ対面していないメアリーと沖谷スバルが対面するというシーンが今回描かれました。これからどのように原作が動いていくのかというのはまだわからないですが、今回のことを踏まえるとメアリーと赤井さん、ここの2人の関係性が変わってくるのではないかと考えています。今回は赤井勉が生きているというビッグニュースはなかったんですが、ただそれぞれ出てくる人物の発言がいろんな角度に捉えられ、また原作と絡んでくる内容が多かったのがすごいポイントだなと思いました。まだマミ自身も一発しか被弾していないので、あと4発ぐらいは行きたいなと考えています。また4発行った後にこの考えが変わるかもしれないし、新たな事実を発見するかもしれません。その時はぜひまた動画を上げたいなと思ってますので、ぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。ちょっとでもいいなと思っていただいたら、いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、マミでした。